はい、これからですねマジック・ザ・ギャザリングのプロツアーゲートウォッチの誓い、はい、決勝戦が始まります、はい、決勝戦3本選手した方がこのプロツアーのチャンピオン、はい、左手今映ってるのがジェイチェン・タオさん、はい、こちらがイヴァン・フロックさんスロバキア、はい、イヴァンさんはすでに1回プロツアーチャンピオンに輝いた経験を持っております。ここで新しいタイトルを取るかそれともジェイチェン・タオさんが、おまたもやゲーム開始前来ましたよ、前差しなのにこのラウンドの名前教えてください。もういいでしょう。言ってくださいよ、あのワード。ね、藤田ランドです。ありがとうございます、はい、さあ、この宝石の洞窟ゲーム開始前に手札にあったら自分が後手の場合、こうやって戦場に出てきます。ちょっとしたマナブーストですね。そして好きな色マナが出るようになると、うん、でもこれすると、はい、無色マナが出ないんだなって昨日思ったんですけど。そうですね、確かに、はい、うん、面白いですよね、そう考えると。いや、出すには乗らないといけないでしょ、確かに。そうそうそう、コーンカウンター乗せないと出てこない、うん、迷惑で、まさにタオさん今これで無色マナが逆にないっていう、うん、何切ったんだろう、追放したカードは土地っぽい、違うか、うーん、そ、違うな、土地じゃない。イヴァン・フロックさんが引いたところでアップギープドロー後にウギンの目を幽霊街、はい、この動きね、なかなかナイスですよね、うん、同じエルドラジ系では、うん、やってる方もやられてる方も、はい、1マナ遅くなるってことですか。そうですね、うん、1マナ分2マナ土地が壊されて1マナ遅くなるのと、まあ、でも将来的にウギンの目が起動しちゃう可能性も考えると、まあ、お互い遅くなってる分にはいい、うん、あとは2コードを取られる時のウギンの目はもう2マナより強いってことですからね。4マナランドみたいな感じですからね、うん、はい、さあこれで島を置くのみで動きなし。一方のイヴァン・フロックさんは変わり種からめっちゃ重いですね、ハンドハンドがめっちゃ重い。エルダージはミミックはいるみたいですね。ミミック、スペルスカイとスマッシャースマッシャースマッシャー、はい、スマスマスマッシャー、はい、さあここはミミックをプレイしてターンエンド。ただこれ2マナランド1個引けばもうスマッシュ祭りですよね、はい、スマッシュ祭りですね、うん、これ無色出るのっていう確認入りましたね。はい、出ないよ。あ、それのせいでなかなか、ね、はい、ここで引けるか。あ、ちょっと違う、ちょっと違うけど悪くない、悪くない、悪くはないですね、悪くないっすよ。これでミミックがアタック、はい、はい、で04、はい、呪文滑りを唱えてターン終了、うん、さあジェイチェン・タオさんランドを置くのみで何もできてませんが、ここでそろそろ動きたいところでしょう。うん、一応ここで獅子切断しとくかってことですか、うん、あ、もう除去っておくかと、うん、さあここは、うん、すごい黒マナ、黒マナを出しつつ切断しました、はい、おや。さあ果てしなきものが44、はい、引けるか、違う、あ、でもこれ悪くない、悪くない、全爆ですか、ゼロ起動、全爆を黒田さん流に訳してみましたけどもさあ全増爆弾でゼロマナーの果てしなきものを、どっちが先に5マナーにたどり着くか、あ、タオさんが先、現実を砕くものアタック、はい、これね、ミミクいるから、そうですね、しかもライフがタオさん今2ライフ払った分14、あ、それでも全然 OK、うん、しかもこれで4点だからちょうどいい。しかしここで嫌なものが見えましたと、はい、あらあら、希望をね、希望を溺れさせるもの、この3日間これはとても嫌です。ありとあらゆるプレイヤーを溺れさせている恐怖のショー。自分が土地を引くのにかけるか、相手が土地を引くのにかけるか、はい、そういう話ですよね。さあ、溺れさせるものが出てくる可能性を考えて、これを追放ですね、はい、そして44になったミミックがアタック。さあ、しかし現実を砕くものが、まあ、このまま叩きつけてくる形になりますよね。
それかあるいはライフが10点なのでアタックいけずですか、うん、ライフ10はね知識圏なんで。そうですね、はい、変に動くと死んじゃう。2強でウェフェイっていくと返しウェフェイっていって負けるっていう可能性があるんで、そうそうです返しだと、うん、そうですね2マナランドじゃなくても何の土地でも死ぬ可能性が大いにある。このライフ10は知識圏ってねちょっとねめちゃくちゃあのバーンの知識圏はライフ7とか言いますけど、うんはい、エルドラージの知識圏は10っていうのが、うん、常にムムムって言ってるわけでしょこれ。もうムムムですね、だいぶムムムでしょ、やめてー状態ですよ、はい、お互いにこれ、うん、隙を見せたらやられる、うん、さあよりブロッカーの数を増やせるこの、空中生成エルドラージを出すか、うーんそれとも現実を砕くものをスパッと走らせるかで悩んでるんでしょうか。手札はこれ2人とも全部ゴーゴーヘイストですね本当ですね、はい、そうですね、イヴァン・フロックさんは全部残り3枚が現実を砕くもの、はい、もう1体できました、はい、2枚ともです、多分で現実を砕くもの砕き祭り、おおランドが、しかしこれ難しい、またいやこれこそ行かなきゃダメなんじゃないですか、あのミミックとミミックとゴーゴーは行っていいんですけど、はい、4-4行く意味って全然ないですよ ね, ないですね、全くないですね、ロッカーで立てとく感じですね。ただ向こうはマストでゴーゴーブロックしする必要があって、はい、何の計算これちょわけわからんでしょもうこんな厳しいダメージレースをね、かつて現実砕き算ですねこれ現実算現実砕き算どう砕いていくかですね、うん、そうですね、すごく分かりやすくて5で割れるかどうかっていう話ですね、うんうん、さあお互いにね強すぎるクリーチャーが出ているがゆえにものすごく盤面難しい。ここまでのラウンドはねお互い割とまあ何も考えてたことはないですけども、叩きつけてバーンって勝ってる場面が多かったですけども、さすが決勝戦だけあって1本目から、はい、こうねじりじりとした接戦行われております。プロツアーゲートウォッチの近い決勝戦第1ゲーム、イヴァン・フロックさんとジェイチェン・タオさんのエルドラジ対決、5マナでさあ現実を砕くものこれは分かっとったでみたいな現実を砕くものが現実を砕くものを止める、ミミックが能力誘発して、いやもう1枚が、まあ、ゴーゴーヘイストであるというのは我々はなんか分かってますけど、ゴーゴーヘイストだったらあの4-4がチャンプじゃないけどトランプルを受け止めてくれれば詰むわけですもんね、はい、さあここでもう意を決してアタック、うん、ミミックが5-5になって5点刻んで残りライフは5、これで全然終了、大丈夫だと思います。さあトップを見て、しかし1残るマナを一応、うん、ゴーゴーヘイスト次出したとして、はい、あ4-4から4マナ何台の原車から、あ、いい返し、いや、2枚とも実は1枚あるから2枚とも実はこれなんだ、まあ、知ってるけどねっていうこれどれを除いても5点入る、いや4点、4が通ったとしたら、そうそう、ミミックがトランプル持ってない分で4点しか入んない、ただしこっち側が2匹残る計算になるから、そうですね、これが土地だと勝ち、勝ち、これで変わり何もいけるから勝ちです、あ当たりましたか、へい、さあ現実を砕くものが8と出てきて、へい、はい、土地変わり何起動、はい、アタック、はい、5点を削り切る、すごいもう雑サイズがすごい土地とクリーチャーだけで勝つ、ちょっとリミテッドっぽいですねですね、なんか、うん、ドラフト上手なのがやっぱりこういうところで生きてる気がします、今回のこの戦い、ダメージ計算、なるほど、あんなないでしょ、スタンダードとか全部除去していくから確かに盤面にねあるクリーチャーのパワータフネスで、うん、いやまずねこのデッキをねここまで作り上げたっていうのがそもそもの勝ち組で、はい、そうですね、お二人とも、うん、っていう話です、うん、はい、そのエルドラジ映りまくってますね今、さあこっからですよ、こっから
でも今のは、まあ、イヴァンさんが取れたのは大きいですね。なるほど、チャリスコ入ってるでしょ、メインで、ね、確かに、はい、だからそういう無駄カードはね、全く引かなかったね、一切無駄カードなしで、うん、より腐るカードが多いデッキ構築になってるのがそのイヴァンさんのメインデッキですよね。しかもね、前蔵爆弾もすごいいいタイミングでね、あの引いてすぐ使ってっていう、あれは最高のタイミングでしたね、うん、ああいうとこじゃないとちょっと使いにくいカードじゃないですか、うん、トークン破壊するのっていうレベルで、はい、さあ、ゲートウォッチの誓いこのエキスパンションセットにフィーチャーしたプロツアーでは、まあもうね、セットデザイナー冥利に尽きるんでしょうね、こういうのは、うん、そのセットから大量に新規カードを獲得した、エルドラージアグロデッキ同士の決勝戦が行われております。エルドラージの寺院なんてね、うん、そういえばそんなカードあったなっていう人も結構多いんじゃないですか多いと思いますよ、はい、うん、思います。モダンマスターズではね、アンコモンで収録されたことでよりね、存在感を消してましたけども、うん、このカード今となってはみんなが、うん、いや、なぜあそこで再録していたのかってことですね。そうですね、うん、こういうのが待ってたんだぜっていう。さあ、イヴァン・フロックさんのサイドボードが画面に出ています。はい、これね、サイド5の、うん、大阻止の遺産からの忘却巻き戦略、はい、これは定番ですね、うん、定番サイドボードプランですね。同じエルドラジ系のデッキ当たったらこれで、まあ、土地を伸ばして勝つと、うんうんうん、他に入るカードで言えば腹渡打ちとかですか。腹渡、うん、ガッツショットは入ります。はい、空中生成エルドラージとかタフネス1のね、タフネス1結構多いんで、どっかに打つことがあると思います、はい、ミミックと空中生成エルドラージがとりあえずターゲットとしては候補に上がって、さっきまでの戦いでは作り変えるもので何代の有権者ブロックして、はい、合わせ技でガッツショットで倒すみたいなのも、うん、でワンドロー獲得してみたいな、としてはありました。いいカードですね。さあ、こういったカードがサイドインされて、実は溺れさせるもの針で刺したらすごいとかないですか、うん、いや、さっきからね、一応そういう話が出てたりするんですけど、はい、抜けきれなくて困ってる。そうそう、あとカードがね、針引いてもなんかちょっとね、その不利な状況をなんとかするみたいなカードだから、それだったらそれ以外に出すものはないんですよね。多分1枚はだからいいけど、2枚目引いた時にわけわからんので、もうそうですね、何がしたいのかみたいな。さあ、ジェイチェン・タオさんの青赤エルドラージのサイドボード、こちら、はい、タオさんカードのバリエーションが多くなってますが、うーん、入れたいカードはガットショットと土地、そうですね、精霊竜の墓、ダメージレスになるとなかなか強い、ガットショットも入れなくてもいい気もしますね。なくてもいいです、うんうん、こっち側は、うん、ミミックしかいませんからね、うん、となると獅子切断を避けれる呪文滑りとか、これもいらないですかね。滑るのか、うーん、なんかメインが十分強いんでね、はい、同型にはとなると精霊竜の墓がちょっと土地と入れ替わるぐらいですかね、はい、カウンター多分ね、見たことないから入ってないと思うんですけどね。何消すんですかね、これ、ね、消せる切断しかないでしょ、うん、そうですね、まあ、確かにね、あのゴーゴーヘイストに飛んできた切断カウンターするとね心折れますけどねそんな気持ちいいことできちゃいますかね2枚使った上にカウンターされるのかよみたいな。そうそうそう、うん、さあ、お互いじゃあそれほど超劇的なサイドインはないかなっていう、まあ、うん、サイドで言えば同じエルドラージを意識しているイヴァン・フロックさんの忘却巻きが鍵握っているかなっていうところですね。ジェイチェンタワーさんのデッキはもう青赤エルドラージを普通に無色エルドラージに対して強いですもんね、メインから、うん、だからあまり大幅な入れ替えをしない方が構成としては強いんじゃないかなと。ああ、洞窟が一応あるか、洞窟サイドから入れる、ん、入ってたよね洞窟、今表示されたリストでは入ってなかったですね洞窟。タオさんのやつはないのか、なんかメンバーによって違うかもしれないですね。アンドリュー・ブラウンさんを入れてるとか、え、あの宝石の洞窟をね、サイドに1枚差してた人が同じチームにいたと思うんですけど、なるほど、タオさんないんやね。うん、まあ、サイドボードのその、ね、1枚は各自調整ってとこだったんでしょうね。そうみたいですね。まあ、1枚入ってますね。あ、なるほど、洞窟か聖霊竜の墓かっていう1枚違い、ライフゲインを取ったんですね。うん、宝石の洞窟、
まあでもその土地のおかげでね、中州の幽霊街を誘い込んだんで。確かにそれで勝利しましたからね、はい、さあ今回はタオさんが先手。ゲームカウントはイヴァン・フロックさんが1本取ったところです。これ今先手有利だったんですかね、さっきのゲームは、うん、まあそうでしょう。はい、これワンマリガン、エルドラージの寺院と寺院果てしなき者、まあまあ作り変えるもの、果てしなき者、忘却巻、現実を砕くもの、はい、クリーチャーたっぷり、うん、これがマジック・ザ・ギャザリングださあちょっと悩んでますけども、戦術1でも一応トップに積んだってことは土地なのかな。これでゲーム開始ですかね。土地以外はこれ嬉しくないですけど、うん、さあゲームはもう始まってますね。ゴリラの可能性もあるかな。なるほど、ゴリラだったら後手2ターン目5-5、うん、かなりです。違いました。うん、土地っぽいですね。さあタオさんは1ターン目ショックランドタップインでターンエンド。はい、この1ターン目に2位を出すかどうかでちょっと悩まれてるようですね。ちらつきがかな、これは。あ、違う、ちら、ん、わかんない、ちらつきがっぽい、がっぽいです。はい、ウギンの目が上がって、これがタオさんのハンドですね。対するイヴァン・フロックさんは一旦エルドラジオの寺院から果てしなき者を 2-2 でキャストしてターンエンド。はい、さあ、うん、不快な集合体、ただタフパワーは1ですね、現状1号。はい、まあタフネス5ある時点でなかなかの壁ではあるんですけども、さあ2マナで4マナですか、作り変えるもの、これでターンエンド。このタフネス5は半端ないっす ねやっぱり4-4を止めれるんがね、すごい偉い、うん、赤いタルモゴイフとね、トランプル持ってるし、うん、さあ何台の原車で強い強い、忘却巻かれるのか、それとも5-5、忘却巻き、ちらつき伊賀の生息地、現実を砕くもの、さあどれも嫌なカードではあるんですけども、後に出てくる忘却巻きをとりあえず除くのか、そこは現実を砕くものを追放、そしてターン終了。お、これすごいいいドロー、2マナ土地じゃないですかあれ。違うか、さあ引いてきたのはアーボーグ、アーボーグか、アーボーグですか。さあこのターンはアクションなし、これでもう一丁手札持っていかれるとかなり劣勢になりますけど、はい、タオさんのハンドは色付きのエルドラージがたくさんって感じですけど、うん、そしてここでちょっと腐り気味になるウギンの目が重なってしまって、と土地は伸びませんが、一部の浅瀬からダメージを受けながら空中生成エルドラージ、そしてタルモ、スケールかい、タルモゴイフ、5-5トランプル、ダブルブロックするのか。さあ5-5トランプルエンゲ、おダブルで、これはもうダブルブロック。さあ2対1交換が行われ、はい、はい、まず作り変えるものの能力が誘発、おお、幽霊が嬉しい、次演芸、これで盤面6マナ揃って、さあターンを迎えて、忘却負けは出てきますが、はい、空中生成エルドラージが飛行がね、なかなかいい味を出しそうな気もします、うん、
さあ意を決してこれ58出してパクられてアタック入るとむちゃくちゃですね。さあ見えたのはランドが2枚、これを戦場に出して割っとかないと3マナ使える状態で、そうですね、エルドラージの寸尺者がピロッと飛び出すとぴったり19点ですね。お互いちょっと笑ってますね。適当なクリチャー言ったんじゃないですか多分そうでしょうね、うん、イシュトバーンのおじとホマリットみたいなイシュトバーンおじね、悲しいながら人間になってしまいましたけどもおじじゃない、昔はクリーチャータイプイシュトバーンおじでしたよね、はい、だからよくねクリーチャータイプ指定するカード言いまくりましたよねみんな、うん、イシュトバーンおじいっとこうみたいな、うん、さあそして幽霊街でウギンの目を破壊、ただウギンの目は実はタオさんのハンドに1枚あると、うん、ウギンの目2枚目引いても意外と壊されるから、うん、そうなんですよね、うん、取っといたらいいことあるんですね。いや、寸尺者持ってるかどうかは分かん、持ってます、これは初手から持ってました。じゃあもうダメですね、これ。まあ、あとはじゃあインスタントのスペルで何か対処があるんなら違いますけど、はい、さあ、もうなるだけ月で、はい、はいはい、貸して、はい、それくれ、おいおい、どん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 、ウェイ、足りとるぞ、そういや、ぴったりじゃなくなった、これあと20点かな、はい、これで投了となって、すごいね、やっぱ、あのカードを入れたのがすごい、寸尺者ね、はい、最初見たとき、バカにしました、正直、ごめんなさい。なんかね、うん、3-1 で殴ってる場面も多いんですよ ね2ターン目にポーンとできて、うん、ちょっと微妙じゃないかなとか思ってたら実はソリューション環境の回答だった可能性もあるクリーチャーですけども、さあこれでゲームカウントはタイに戻ってお互い1対1、はい、うん、さあ再びイヴァン・フロックさんの先手で3ゲーム目が行われようとしているところでサイドボーディングしているところです。さあ忘却巻き、どうも見てるとこのプランよりやっぱり同キャラの時は優秀な風に見えますね。はい、レリックを入れなくていいというところもね、そうですね、うん、やっぱりこれはちょっと合わせ技、あ、でもレリック入ってる、さっきから入ってると思いますよ。入ってます、うん、見てないんやけど、 あるか。イヴァンさんがプレイしてるさっきの試合とかは入ってた、入ってたですね。さあ今ご覧いただいてるカードは忘却巻き、単純に、まあ、ちょっとしたトリビアみたいなのもね入ってますけども、このクリーチャーをサイドインしているのがイヴァン・フロックさんの無色エルドラジ側、対戦相手から土地を奪うことで、まあ、マナの差をつけてより強力なエルドラジを自分側だけが連打するっていう、はい、まあ、展開に持っていければ勝利、うん、このカード最初登場したときどうやって使うのかよく分からなかったんですけれども、うん、そうですね、うん、長期戦でディグスルータイムとか打ってる人相手にやると面白いですよ。ピッピッピッピって、うん、結構ね、あの探査のカードが多いから、はい、さあそんな巨大なエルドラージ、あの58っていうサイズもまあ出てくるとなかなか厄介ですよね。到達ぐらい欲しかったよねあのサイズやし、結構ねエルドラージは到達持ってないんですよね。それね、ワールドブレイカーですね、ワールドブレイカーがね、あれ到達持ってるんで、なんかね僕らが言うたらハエとかチョウチョとかを捕まえるのが難しいのと同じようで彼らもでかすぎて捕まえられないんでしょう、むしろ逆に確かにウラモグの手のあたりとか飛んでますからね、掴もうと思えば掴めるが、ね、うん、小さすぎて逆に難しいみたいな、うん、そういうフレーバーなのかもしれません。さあ現在第3ゲームへ向けての準備をプレイヤーが行っているところ、
黙々とシャッフル。はい、いやしかしエルドラージ対決になるとはちょっと思ってなかったですね。決勝がここまでっていうのはなかったですね。はい、まあ、初日の最終戦あのタオさんのデッキを見たときに結構衝撃、なんだこれみたいな状態だったんですけど、はい、決勝まで来られてしまうとね、うん、もうなんかモダンの常識みたいな感じだったんですよねえ知らないのみたいな青赤エルドラージやでって常識でしょってね。かけらの双子がね禁止されたことで青赤のデッキ死亡したかと思われてたんですけども、うんうん、全く新しいビートダウンって形の青赤が、はい、決勝ラウンドに進出しております、うん、はい、今度はイヴァンさんが先行になりますかね、はい、イヴァンさんのハンドは重すぎてマリガンですね、うん辛い。あ、お互いにマリガン。お互いにマリガンは。そうですね。まあ、結構厳しめにマリガン取っても構わないですからね、これ。うん、今、お互いに1勝1敗です。はいはい、3本選手なんで。はい。まだまだ分かりません。頭と2つ勝たないといけない。はい、まあ、やっとゲームが始まったぐらいの感じですよね。特にサイドボーディングして、はい、行われる3本目なので、うん、はい、まだまだ皆さんにはゲーム楽しんでもらえると思います。もう残す試合はこの試合だけですけども、はい、ただ3本選手制なのであと2本取らないと、はい、うん、どんなに短くともあと2本は皆さんにゲームを見ていただくことになります。青赤エルドラージ対無色エルドラージ、どちらもデッキの完成度非常に高くて、エルドラージを使うデッキっていうのはみんな漠然とこう考えてた部分はあるとは思うんですけども、うん、より練り込まれたデッキが決勝まで勝ち上がってきました。イヴァンさん後ろから見ると土地とクリーチャーはそこそこ。お、ダブルマリガン。イヴァンさん、ダブルマリガン入りました。あの無色デッキ、意外とマリガン多いですよね。うん、多いですね。まあ、2マラ土地にやっぱね、こう、委ねてる部分が大きいので。ただのランドだけ引くとね。はい。いつ動くのこのハンドみたいな。はい、現在行っているのは、マジック・ザ・ギャザリング、プロツアーゲートウォッチの誓いの、3日間かけて戦われた激闘の最終戦、決勝戦の第3ゲームです。お互い1本ずつ取り合ってあと2つ勝った方がこのプロツアーのチャンピオン、最大でお互い1本ずつ取り合ってあと3ゲームを行うことになりますが、はい、元気出していこう、はい、元気出していこう、はい、出していこう、出していこうね、5時40分やん、見ててくれてありがとうございます確かに、うん、ね、そう、早朝からね、見ていただいてる方々、ね、ありがとうございます。月曜日ですからね、向こうはほんまや、うん、出勤前とかに見ていただいてる方も多いのかもしれませんね、はい、さあダブルマリガンして残り5枚のハンドでゴーストクォーターとテンプル、はい、なかなか、まあ今までではだいぶマシな方、うん、攻めれるハンドですね、うん、まず1ターン目ウギンの目を引きましょう戦術は上でした、下でした、下でした、下に送ったっぽかったですね、うん、なんかデッキが動いてる動きが見えたので、ミミック、さあエルダージョミミックが飛び出したのはジェイチェンターソン、まあまだマシ、土地ならマシ、対してイヴァン・フロックさんはアレチとエルドラージョのジーンですか。うーん、手札には5マナの現実を砕くものが2枚に、
うん、33で出しますか、はい、うん、迷ってますが、ここは、まあ、この動きを知る時点で相手には何のカードかバレてますけども、さあ2ターン目3マナで果てしなきも3サンキャスト、はい、いい対するタオさんはいい動きですね。確かに空中生成エルドラージ切断、獅子切断ですか、はい、さあアレチをセットして、この33が212体と112体に向かってこう殴りかかっていくのか。タオさんも55が1体いるけども、あとはあんまり今、そうですね、ウギンの目が重なってしまって、ガットショットに獅子切断と。さあこの33アタックはスルーされて、さあ、あと1マナで、まあ、動けるって感じなんですね、タオさんの方は。松江トークンを土地として換算すると、うん、これ幽霊街使うかどうかはかなりゲームに影響しそうですよね、はい、今までだとイヴァンさん幽霊街使う人だったんですけれど、使わないですね、うん、使わなかったですね、今回は使わないみたいです、ね、使うプランだとしたら立たしてるんじゃないかなと思うんですけど、サンサンをですか、うん、攻めのプランにして、うん、さあタオさんはここで3体でアタック、ちょっと悩んでますね、うん、立ってた方が良かったかな、除去するのか、あるいはこのタイミングで幽霊街を起動するか。このタイミングだったら幽霊街も起動しない気もするんですけどね、うん、もうないですかね、起動するんだったらアップキープまでかなっていう、うん、ドロー後に起動して割ってみたいな、アップキープ、そうそう、アップキープドローまで、はい、イヴァンさんにしてみれば幸いこれ後続が何も出てこない、そうですね、うん、今のまま放置しておくと、うん、特に何も出てこない状態、はい、だからここで土地を引ければ現実を砕くものを先出しできると、うん、でかつさっきアタックした意味がある、切断を4点支払ってエルドラージョミミックに、このターンだけ見ると受けたダメージは増えてますけども、まあ、将来的に考えると、はい、そうですね、危険なクリーチャーを今のうちに排除しておくと、後続が出てきた場合はひどかった、はい、でもこのターン後続がないようだということで、さあ残りライフは13点で、さあここで引けるか、引けるか、さあ土地を引けるかどうか、おゴリラ、それでもいい、悪くない、それでもいい、でもガットショット切りながらのディスメンバーじゃないですか。さあこのアタックに対しては獅子切断、獅子切断1枚では打ち消されてしまうので追加で1枚カードを捨てなければいけませんが、うん、それを何にするか、これでね、ここは腹渡打ち、あの33の2回目の攻撃で意味が出てくるって、そうですね、これで、ね、ライフ10になるんで、はい、砕き算でいうところのね、砕き算っていうところの2発、うん、2発、うん、5で割れる数字になったというのが大きいですね。なんか無事にマナガを引いたみたいですね。タオさんですか、はい、難題の予見者、ちょっさあこれが飛び出して、思わずねお二人もあーとなりましたが、さあタオさんの手札には不快な集合体とウギンの目、そうですね、一応これねちらつきで 2-1 ブロックできるが、うん、まあ、地上に残るのが 4-4 対 3-3 で、はい、ライフイーブン、ジェイチェンタオさんは手札がまだある、お互い10対10、うん、お、ここでドローで起動する？しない？やっぱりしない？
クリンクリンしてさあゴートをテイクしました。ライフ払っていく、これいい判断ね。8になってさあトップは赤マナが欠けてるんでね、はい、うん、山は絶対入ってるので、うん、いや山はね、あの1枚も入ってない、幽霊街からだと探せない、うん、あ、探せないですか。じゃあ蒸気口、はいはいはい、島しか持ってこれないけども、うん、まあここは割らない判断と。さあここはちらつきががアクティベートしてアタック、さらにもう1体ちらつきががいて、はい、これでねブロックしようって気になりましたよね。はい、あ、でもここでテンプルを引いたとなるとスマッシャーが走ってくる。こうなるとネクサスで止めないと。さあこれはブロックせざるを得ない。はい、ちらつきがを起動して飛行は相打ち、5点のダメージを受けて残りライフ3 お？ん？いや、1枚足んないんですよ。あー、忘却巻きですか？あー、ほんまや、足りない、うん、OK と、じゃあ次のゲーム行こうかと。さあ、これでタオさんがリーチですね、はい、リーチ日本選手でゲームカウントは2対1。やばい、チャンネル狩りなり成立するかもしれないです。3連続同じデッキを切って優勝という珍しい展開になるかもしれません。ダブルマリガンが効いてますよね。これでタオさんが2ゲーム目を取りました。フロはね終わっちゃいますよこの試合。2勝1敗、今サイドボードをもう一度考え直してます。一応ね先手後手でね少し考えて入れ替えるカードがあるかもしれないんですけれども、これはちらつきがですね、お水生成実は今岩翔さんがちょっとお水を取ってきてくれました。はい、ちらつきがの解説ですか。そうですね、ちらつきが、モダンマスターズでね1回再録されて2連続再録ですよね。あ、2連続か、はい、どっちも再録されたんですね。モダンマス、モダンマス2015両方で再録されて、いや、スミガがね、神話以外のデッキで活躍するとは、はい、ちょっと思わなかったですけど、土地がクリーチャー化して、しかもそれが飛行を持ってるっていうのはこんなにすごいことなんだとよく分かりました、結果的にネクサスパンチすべきではなかったか。これって2パンプできたんでしたっけ、マナあって。2パンプできるなら殴んない方が多分、ね、多分でも1マナしか残ってなかったから多分1パンプしかできなかった気がするんですよね、6マナできました。いや6マナあったら 5ですね。でも最後1マナ足らんって言ってて、でもテンプルがあったから実際土地は4枚しかなかったはずなんですね。で相打ちしたネクサスが生きてたら5マナアクティベート
ブロックパンプパンプか2パンプできたのかな、一応できたのかな、うん、うん、いやできてないと思います、まあ、途中5枚あった状態ですよね。でうち2位に2枚ネクサスだから1でアクティブエットブロックパンプパンプだから5でできそう。1でアクティブエットブロックパンプパンプできるか、だぴったりできたのか、うん、なるほど確かに、うん確かに、僕もこのデッキが出てきたということで、はい、崇拝みたいなカードを使う人が増えるかなというのは思います。今コメントでね、はい、崇拝で結構盛り上がってますけど、崇拝ありやと思ってます。結構ありですか、ありだと思います。まあ、このデッキがクリーチャー触ってくる手段っていうのはすごい限られてますし、除去はもともと薄いのでね、はい、除去耐性がバリバリあるクリーチャー出して、うん、崇拝張るっていうプランは、なるほど、普通に呪言持ちとかね、そうそうそう、うん、オーラみたいな。このデッキってボーグルと戦った時どうなるんですかね。ボーグル、ボーグルが育つよりこいつらの方が元々がでかいから、うんいかね、3ターン目で5-5走ってる方がはるかに速い、うん、なんか 5-5 2匹並んだらボーグル棒立ちな気がするんですけど、ボーグルが棒立ち、うん、あとはやっぱ前蔵爆弾がそういう意味で、あそうですね、一で起動してボーグルドカーンみたいなのが強いんですかね、うん、確かに、あ対処取れへんのが強みやのに、うん、爆弾やとね、うん、あとは呪文滑りが、ああメインから来てるし、そうですね、メインからしっかり2枚取ってね、オーラは俺にっつって言ってペタ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 って強くしてくれるのあざーすみたいな、うん、なるほど、じゃあそのあたりもしっかり対策したデッキだったわけですね、無色エルドラージは。普通にね、感染とかがこのチャリス、前奏爆弾、呪文滑り、はい、うん、でうまくやられてるところとかすごいデザイン勝ちな感じありますね。デザイン勝ちですね、確かに本当に、うん、バーンも感染もね、うん、そういったデッキ全部無色のそのパーマネントで全部阻止されてしまうっていうのはすごいなと、はい、さあお互い7枚キープですか、ついに、うん、あ、またジェームストーン、この人乗ってますね、必ず後手1枚差しであのにめっちゃ出現率高いんですけど何が出現率高いんでしたっけ、ウジタランドね、ありがとうございます、何か言わすのよいやこれは挨拶みたいなもんですよみんなが書いてくれるから、はい、いいのよ、宝石の洞窟ですね。いやこの人は ねこの人は入ってないバージョンなんで、メイン1枚バージョンですね、1枚しかないんですよこの人、うーん、これ辛いな、マリガンしてまたなっていうのを今苦悩してるところですが、これ引きましょう、これでも弱いよ、一応4マナまでいける、もうこれはやりたくないと思う、妥協せずにしっかりとマリガン、もう後がないですからね、うーん、さあタオさんはここ7枚キープ、対するイヴァン・フロックさんマリガン1回目で6枚以下でゲームスタート、うん、さあ先ほどよりより良い手札は来るのか、今の庭の跡地ってなかったんでしたっけ。ないです。あじゃあ幽霊街、幽霊街なんたら、うん、もっさりしてたんですね。1枚ね、寺院に見えたんですけど違ったんですね、まあ、寺院あったらやってるか、うん、寺院やったら多分結局トップ8にエルドラージ6人ですね、うん、6エルドラージ2神話、ようこそモダントゥーラの無色のマジックへというプロツアーとなりました。はい、そして決勝に残ったのは2人とも、エルドラージ、アプローチは多少違いますが採用しているカードは似合ってる部分が多い。あーっとなんか LSB と同じようなダブルマリガン、うーん、決勝ラウンドに来てちょっとね、マリガンがその LSB の時もそうでしたけども増えているように思います。
シビアなんですかね、やっぱスタートハンドに求めてるものが。さあ、イヴァン・フロックさんが慎重にシャッフルして、キーになる2マナランドみたいなのが全然こっちには来ないですね、イヴァンさんの方にはね。そうですね、いってらっしゃい、出社早いね。6時ぐらいですか、はい、うん、日本時間朝のちょうど6時ぐらい。おはようございます、いってらっしゃい。帰ってきてね、タイムシフトで、うん、最後のところを見ていただいた、うん、最初から見てね、最初から初日から見てね初日から見てね、セーブデータが消えたので、うん、初日からご覧ください、初日から見てね。さて5枚ですか、これで、はい、おー、だいぶマシだった、ぐっと締まりましたね、うん、こういうのを待ってたんだ。でもネクサスですね、あ、ネクサスかってことは、まあ、初手とあんまり変わらない、うん、あんまり変わんない、これだったら初手でもよかった、幽霊街とネクサス、うん、なんかちょっともうがっくり感してますが、でしかもこれというジェム、毎度おなじみ藤田ランドこと洞窟ですね、宝石の洞窟。これで1ターン目からマックスね、3マナのクリーチャーが走ってくるわけですけれども、うーん、さあイヴァンさん先手でゲーム開始、ちらつき顔をセットしてターンエンド、うん、ウギンの目からエルドラージャーミミック空中接エルドラージこれはもはやギャグと言ってもいいレベルのむちゃくちゃな展開、はい、うん、1ターン目イサマルアタックナンバーワンだった時代はもう終わりましたね。一ターン目にね、2-1と1-1と2-1飛行っていうこの桁違いの展開力、2-1、2-1、1-1、神話がね最も爆発力のあるデッキだと思ってたんですけども、それを超えるデッキはここにあったと、うん、さあ対してフロックさんの手札は土地土地獅子切断現実を砕くものエルドラジオミミック、うん、むちゃくちゃ悩んでますけども、さあセットランドからエルドラジオミミックでターンエンド、うん、はい、うん、さあ1マナで1、2、3、4、不快な集合体で4号をコピーしてサイズが4号になって、アタック4、5、6、7点ですよ、2ターン目にして2ターン目で先頭で7点って、いやー桁違いの周り、青カエルドラージ強し、トークンと相打ちなんて、うん、松江トークンと相打ちとはね、赤ん坊に縛られたようなもんでしょう。さあゴリラを引いて手札がちらつきがゴリラ現実を砕くもの、これ落としないともう完全にアウトです。次また空中生成、はい、頭数が増えてすごいことになりますね、うん、さあ空中生成で不快な集合体のパワーがすごいことになった上で9点ニスメンバー、はい、切断するしかないですよね、もう。しかもライフ4点払ってですからね、8になっちゃうか、はい、4点払って4点受けて、で、お、ここはちらつきがでもうブロックいきますか、そして切断を集合体に打って4点支払って、戦闘で受けたダメージは2点、残りライフ8、土地が置かれてターンエンド、アーボーグダメだ、さあアーボーグがセットされてターンエンド、これ残りライフ8を、この手つきは
新たなクリーチャー出てきますね。そういやさあこれでもう8点あります。ないか、まだない、まだないです。6の7点ですか、まあ、まあ8点あったようなもんですね。最後までこれはもうやります。はい、プロツアーの決勝戦なんでね。さあ一応これはちらつきがでブロックして耐え、そしてカード引いて投了となりました。さあ、ジェイチェンタオさんと、イヴァン・フロックさんの決勝戦は、はい、ジェイチェンタオさんが青若エルドラージという予想外のデッキで見事勝利、優勝となりました。おめでとうございます。